機密よし、酸素もよし、前と同じようにやれば平気。一つ簡単なルールを守るだけ。エラ、そのルールって何？リンに従う。ボスは常に正しい。その通り、私に従う。採掘は他の仕事と同じ、安全確実にやって、一日の終わりにはポケットいっぱいのクレジット。そう、宇宙港での仕事と同じさ。ただ崩落やらレーザーやら切断事故やらがもっと多いってだけ。役立つ説明ありがとね。きっと大丈夫さ。最初の仕事はバッチリだった。それに正直そんなに難しくない。このために彼を雇った。やる気出るでしょ。それに俺は300メートル離れたヘリウムを見つけられるからね。確かに残念ながらここにはないけどね。でもここの交渉だけでも私たちのヘリウムは賄える。これが終わればきっと友人星系の端までジャンプできるだけの燃料が手に入る。鉱物が多いほど金になる。その繰り返しだ。でもバルーン家の領域に無許可でジャンプするのだけはもうごめんだ。泣き言ばっかり。まだマシな人生よ。とはいえほとんどのやつはここまでやれない。あんたの今後が楽しみね。ハグはシフトが終わってからにするか。そんなこと言ってると採掘現場に置いてくからね。はいはい、そうですか。来た。さて、状況の確認。はい、スターフィールドやっていきます。騎士版です。だね。でもあんたはダメ。まずここはプロローグってやつかな。派手に爆破させないように今日生き埋めにされるのはごめんよ。了解。分かってるね。呼吸を安定させて、それから下ではヘルメットは外さない。ここは酸素プロセッサの範囲外だから。呼吸に適した環境での採掘は神が禁じてるからな。自由構成同盟の領域で仕事をするメリットはね、規制が少ないこと。ルーシーだとこうはいかないよ。手続きばっかりでさ。ったく、こいつと来たら。ハルバート、ダメダメだって。それはレーザーハンマーじゃないんだから、丁寧に。ベニング、休憩のたびに給料が出てたらあんた今頃億万長者だね。はいはい、わかったよ。どんなもんよ。ここじゃ掘った分だけお金になるんだ。例外はなし。鉱脈の状態を確認する。トロイ、収穫は大したことないですね。反応はありますがわずかです。どうする、このまま進む？いいえ、燃料に見合いません。わかった、ここはもうやめよう。さっき見てた大きな鉱脈へ移動して。了解です。キャラメイクができると聞いたんだけど、この後かな。これはあれか、どっかの惑星で金儲けのために鉱物掘りに来てますよって感じかな。さあ出番だ。カッターで掘り進めて。金属鉱床はあっちにある。必要になったら呼ぶから。あ、おめえも掘れと。まだ始めたてなんで全然ゲームの調整してないです。とりあえず全部ウルトラでやってます。あとどのくらいでここは終わるんだろう。最後の採掘だって聞いたが。忙しいんだ。邪魔しないなら他の役にしてくれ。ベリビュー。はいはいはい、視点は変えれない。なんでこの仕事に就いたの？綺麗なパンフレットに騙された。準備ができたみたい。戻ってきて。雇われ炭鉱やろう。早くも岩を離れる。一緒に来て。このゲームかなり要求スペックが高くて、で SSD に絶対インストールしてくださいという SSD 必須ゲーとなっております。で、容量が 122GB、 半端ない。この後フィールドとかに出たらもうちょっとゲームの調整やってきます。行くよ。ヘラ、状況は？ああ、それが
問題？重力数値の急上昇を気にするなら問題だね。気にしない。気にしない？追ってるものは異常な数値を出す。少なくともそう聞いてる。なるほど、怖くなってきたな。大丈夫、いつも通りの仕事だよ。行こう。絶対なんか出てくるやつや、この流れは。近づいてると思うけど、でもこれはリン、まずい。状況があまりにもおかしすぎる。ヘラ、場所はどこ？その先だ。よし、あんたの出番だ。妙なことになったら助けに行く。妙なことになったらだって？黙ってくれる？二人とも仕事して、クライアントが向かってるんだよ。見るなって。もう役割は果たした。もう絶対妙なことが起こるやつやこれは。フラッシュ、あ、長押しなんだ。あんまりこのゲーム前情報とか見てないんで、多分、まだ変な重力を検知してる。とにかく進め。フォールアウトの宇宙版だろうぐらいの認識で遊んでいます。宇宙を旅するゲーム、宇宙銀河を旅するゲームと言ってもいいのかね。これ掘れんの？あ、掘れるの？これなんだ？カエリュマイト。あれ？あれ？あ、掘れた。拾え？拾え？あ、今拾ったのか。これ多分カッターも強化できたりするんだろうな。いいや、これは後回しでいい。なんだこれ。当たりどころがいいとかあんのかな。全然砕けねえけど。あ、取れた。落ち着け。失神してたぞ。体は大丈夫だ。精神は様子見だな。自分のことがわかるか？アルゴスエクストラクターズの新人だ。思い出したか？これに見覚えは？キャラメイクか。来たーキャラメイク来た。フォールアウト4ぶり。ちょっとフォールアウト4の時超絶イケメン作っちゃったから、今回もね、それに見合ったキャラクターを作らんと。面白いキャラ作ろうとしたんだけど、そんなに幅広くないな、キャラメイク。なんか見習いサンタクロースみたいになっちゃったな。で、右の二つになんだこれ。初期スキルかな、これは。結構あるな。一つだけチョイスするタイプか。どうしよう。ショットガン免許、ボクシング、泥棒、ギャングスター。あー、ここであれか。隠密系キャラとか、特感系キャラとか、チョイスできんのかな。あ、これとかそうだな。どうしよう。教授。あー、どれがいいとかわかんないからな。ちょっと、銃に関する知識を持っておきたいなと思ったから、ビーストハンターしてみよう。で、特徴。は？特徴。子供。あなたの両親は健在で二人の家にまで会いに行くことができる。へぇ。は。クレジットの 2% が毎週自動で
仕送りされる。覚醒者育ち、なんだそれ。はい、ちょっととりあえずこんな感じにしてみたんだけど、組み合わせとかわかんないから直感で決めた。まずコロニー連合出身、一部のミッションで獲得報酬が豪華になる。一方で他の勢力による犯罪の賞金が大きく増加する。そしてどれかを選ぶとどれかが選べない特徴があって、これちょっと欲しいからやっちゃった。夢の家、マイホームを持ってる。惑星にマイホーム持ってるなんて。ただ12万5千クレジットのローンがあって、毎週ガルバンクへ支払わなければならない。踏み倒せないかな。で、あと指名手配、賞金がかかってるから狙いに来る傭兵が来ると。だけどそういうの狙いに来る傭兵がいるなら、そいつ倒したら美味しいもん持ってんじゃねえの、ということでこれでいこう。名前、名前は、はい、あ、そう、主人公喋んないキャラらしいです。あ、なんだこれ、彼、彼女、彼ら、なんか日本語が変な気がするけど、とりあえず彼で。はい、そういえば狩人だったね。こんな岩相手じゃそのスキルも活かせないけど、まあサンプルは回収したし、クライアントはこっちに向かってる。報酬はもらえる。何が起きたか覚えてない？なんか鉱石に触れたらヘブン状態に入ったんだけど。ほら落ち着いてって。気を失ってエンドルフィンが出たんだね。頼むから私の前で実体験だとか言わないでよ。すぐに良くなる。大事なのは目的のものを手に入れたってこと。こんなもののために苦労？大したもんじゃなさそうだけど。見た目なんていいんだよ。この鉱山の採掘量1ヶ月分より価値がある。これなら噂をすれば。お、ちょっと待って、ゲームバリ重いな。ちょっと設定下げよう。はい、ビッグボーイです。カッター持ってる。この辺はまずやっていかないとわかんない。ちょっと待って、ゲーム設定を。三人称視点にできる。ベクテラ。これ現在地か。はい。で、これ多分これから惑星がたくさん増えていくんだろう、ここに。わあ、ベクテラ。はいはい。おお、太陽があって、ん？地球どれだ？地表マップ。はいはいはい。ミッション。今、メインミッションだけ。勢力ミッション、その他。うん？ミッション。タスク完了。ああ、オッケーオッケー。おお、すげえ。これ全然地球じゃなかったな。これ太陽系じゃないのか。ちっちゃい惑星も。自由恒星同盟。ちょっと設定下げます。この辺はもうちょっとプレイしていじっていこうか。相当重いんだろうな、このゲーム。いや、あんたは若いから知らないだけ。でも連中の評判聞いてるだろ。なんならここの半分は連中の存在すら信じてない。ここの半分は地球の存在も信じてないけど、地球はちゃんとある。コンステレーションも同じ。いや、でも外宇宙の探検だぜ。今時顔色悪いね。え、基地の宇宙だって十分複雑だってのに。彼らはそう思ってない。いいね、新米。エアロックだよ。ヘルメットして。データメニュー開きます。所持品を開きます。カテゴリーから、ヘルメット。はい。今カッター持ってて、服着てて、
ック着てて、ヘルメットして、その中に服着てて、回復、なんだこれ。ニューロダイン?資源。さっきの洞窟で見かけた海流前と視界に入ってる分全部掘っとけばよかったかな。雇い主っすか。バレット、バレット。採掘後に気を失ったの。起きたら変なことを口走って。そうか、旅はどうだった？大丈夫だ。そうか、正直少し残念だ。宇宙の奇妙さについては誰もが楽しめるわけじゃないからな。それは分かっている。ほら、さっさとクレジットを渡して。そしたら二度とこんなものを見なくて済む。それからあんたも。だから君が好きなんだ。仕事一筋なところがね。バレット、ロンティアのスキャナーが軌道から向かってくる船を検知しました。巻いたと思ったんだが。バレット、海賊、宇宙海賊、武器、あ、これか。いいよ、ソビ。操作は普通の FPS と同じだな。ちょっとまだ重いなこのゲーム、マジで。あら、あ、リロード。ハイレーツ、おわばわば。もうちょっと、あ、アサルトライフルとか欲しかったな。うわ、あ、当てにくい。こっちいない。全然体力減ってる感じがしなかった。回復パック。これか。右のこの白ゲージが回復。回復じゃなくて体力。これ裏にもいるやん。あらららら。これスカイニムとかと同じなら、仲間たくさん死んでくれたら、その仲間の死体からアイテムを漁れるのでは。よし。何を持ってんだい？
メールストロム。あ、クレジット持ってる。何でもかんでも拾ったら多分バッグいっぱいいっぱいになるな。あ、スタッカーリップシャンク。武器か。分かった。あ、仲間かこれ。リップシャンクってなんだ？あ、ナイフかこれ。で、これ今拾ったハンドガン。アサルトライフル。あ、で、左下に重量か。あ、これもナイフか。ナイフいらんな。私と一緒にコンステレーションへ来てもらう。もう無関係じゃないからな。原子？素晴らしい。待ってよバレット。ダメ。こんな面倒を起こしといてこのまま出発するつもり？そうか。確かにこれで君たちは全員紅の艦隊に狙われるな。では私が残ろう。代わりに君の採掘者に行ってもらう。いやいや、分かっている、分かっていると。もだがそいつはただの採掘者じゃない。そうだろう。岩に触ったらすぐに何かが起きたんだ。感じなかったとは言わせない。分かった、それでいいよ。さっさと行きな。大きな仕事があるでしょ。私抜けて大丈夫ですか？こんな攻撃を受けた後だよ。撤収して次へ向かうしかない。残りはアルゴスがやってくれるから行って。はい、はい。早く行きな。出ないと余計なことを言いそうだ。よし、話がついたことだし、バスコ、ロッジまで案内しろ。必要な場合を除いて道草はなし。いいな。プロトコル、インディゴだ。インディゴ？またですか？いいでしょう。おっと、そうだ。これを。今後役立つと思う。時間もわかるしね。腕時計。腕時計？おや、見事だ。その時計、完璧に似合っているな。それで、質問は？なんで狙う？紅の艦隊になぜ狙われた？彼らは海賊だ。戦利品を追っていただけさ。私にはお宝コレクターという肩書きがあってね。船くれないですか？厳密には私の船でもない。借り物だと思ってくれ。バスコが導いてくれる。それにコンステレーションに原子のことを教えてくれるなら特例を認めるよ。掘ったのは何？ああ、それこそが一番の疑問だね。コンステレーションなら答えを見つけられる。君の力を借りて。そのコンステレーションってなんだ？ほら、それが友人整形の問題だ。与えられることに慣れてしまう。みんなが忙しく政治をやっている間、私たちは未知の世界へ踏み込んでいるんだ。宇宙の空間を埋めているのさ。私たちがいなければこの銀河はただの暗い大部屋だ。はおいおい、知りたくないのか？自分が経験した光と音楽の宴のことを、君だけが影響された理由を。気づいていないなら言うが、私たちはずっとあれを何の問題もなく扱っている。見たところコンステレーションはそのアーティファクトと君
両方を必要としている。この謎は一歩進むたびに大きくなるし、今や君も謎の一部なんだ。はい。それとバスコ、私の船を壊させるなよ。なんとか生きてるな。あなたがフロンティア号の新しい船長ですね。おお。船長、クラス A の宇宙船の操縦方法はご存知かと思います。バレットならこう言うでしょう。自転車の乗り方を覚えるのと同じくらい簡単だよ。私はシールドの強化を試みます。万が一のことがあるかもしれませんから。自分で操縦か。シールド準備完了。あとはお任せします。おお。